全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今回の動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは北海道にお住まいの SN さんという40代の女性です。病名は統合失調症で、プレミアム受給代行を依頼しました。その結果、2級の障害年金が認定され、年金額は約78万円。次回の更新の時までに受け取れる総額は約117万円となりました。続いて、具体的な事例を紹介します。職場の上司や先輩とうまくいっておらず、不眠や不安といった症状が現れるようになった SN さん。友人に相談したところ、病院に行くことを勧められました。これ以降複数の病院を転院し、20年ほど治療を続けてきたのですが、良くなりません。症状も重くなり、パニック、過呼吸、幻聴、意欲減退、焦燥感、食欲不振、妄想、起死燃慮といった症状も出てきます。当初は不安障害やパニック障害と診断されていたのですが、症状の重さから統合失調症と判断されました。もちろん仕事などできない状態が続いていました。 SN さんの日常生活は次の通りです。食事は1日1食か2食、調理は行えない、入浴は週に2、3回、家族に入浴を促されても入れないことが多い、部屋の掃除や片付けは行えない、一人で買い物に行くこともできない、薬の飲み忘れが多いため服薬管理は家族が行っている、相手が何を言っているのかわからなくなる、自分の気持ちを言葉にできないことが多い、質問されても答えるまでに時間がかかることが多い、質問と違う話をしてしまうこともある、集団行動は困難で家族以外の人とは話をしない生活となっている、電車やバスを一人で利用するのは難しい、銀行でお金を下ろそうとしてもパスワードを忘れてしまう、公共施設を一人で利用するのは難しい。 SN さんの場合、最初は自分で障害年金の手続きを行っていました。しかし残念ながら審査に通らず、年金は不支給となってしまいました。それから数年後、やはり障害年金が必要だと考え、私たち全国障害年金パートナーズに相談してくれました。こちらで前回の手続き書類を確認したところ、不適切な内容となっていました。審査に通るために書くべきことが記載されていなかったり、余計なことを書いてしまってマイナスに評価されてしまう場所もありました。改めて私たちが障害年金のサポートを行い、無事に2級の年金が認められました。最後に SN さんの声を紹介します。前回自分で障害年金の手続きを行ったが認定されず、かといって外出もままならない私に働くこともできず不安でした。宮里先生の動画をたまたま見る機会があり、見てみたらこれだなと思いました。すぐに電話をかけて話を聞いていただき、即決でお願いしました。宮里先生の優しい口調と丁寧な説明が決め手で依頼を決めました。自分でまた手続きしてもうまくいかなかったでしょうから、依頼して本当に良かったと思います。自分の力では障害年金の手続きは無理です。外出もできない私に電話などでいろんな話を聞いていただき、書類もたくさん作成していただき、無事に年金を受給することができました。悩んでるうつ病の方、宮里先生に電話をしたら道が開けますよ。 SN さん、ありがとうございました。この動画を見て自分も障害年金を受けたいと思った方は、ぜひ私たち全国障害年金パートナーズに依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。